どうもマサヤングの独り言チャンネルにようこそということで、ですね、まあエフェクターに最近ハマっているわけなんですけども、エフェクターといえばというか、まあ、空間系といえばですね、ストライモンが、挙げられると思います。でこのストライモンの中で、この三大なんていうかな、空間系、僕の中で勝手に、三大空間系と言っている、ものは3つあるんですけど、まずフリント、フリント、まあ、ちょっと全部いきましょうね。フリントと、エル・キャピスタンと、ブルースカイ、この3つが、挙げられると思います。で、3つ、まあ、買って試したい感じはあるんですけど、まあ、結構そのストライモンの、ね、1個1個が高かったりするんで、どれを買おうかなっていうふうにちょっと迷ってるんですけど、1個ずつ、話していきますね。まずフリント、フリントに関しては、リバーブとトレモロがついてるんですね。で、まあ、このリバーブが結構その、あったかみがあっていい感じと。で、トレモロも、あったかみがあっていい感じと。その、まあ、だから、なんていうんですかね、まあ、フェンダーのアンプを模してるんでしたっけみたいな感じの、その、リバーブとか、トレモロがかかって、まあ、古き良きみたいな、感じ。なのかな、うん、っていう印象を受けました。なんかあのストライモンのサイトでね、はい。で、次ですね、ブルースカイ行きましょうか。ブルースカイはもう完全なリバーブだけですね。で、このブルースカイに関しては、なんていうかな、クオリティ高すぎるというか、なんていうかな、本当にそのリバーブで空間をすごい演出するみたいな、プレイの方にはすごい、バッチリなアイテムだと思いますけど、だからすごい実際買ってね弾いたらめちゃめちゃ感動すると思うんですけど、果たしてそこまでそのすごい豪華なリバーブがいるのかなっていう、感じが、してしまいます、僕のプレイスタイルとして。まああったらあったでね、こうアイデア思いついてなんか使いどころとかあると思うんですけど、まあ、そうですね、ブルースカイに関しては、そこまでやらないのであれば全然普通のまあリバーブで、良いのかなっていうふうに思ったりしますね。で最後、エル・キャピスタンやったっけな、エル・キャピスタンですね。これがいわゆるテープエコーですね、はい。これテープエコーでかなりその本物のテープエコーをシミュレートしていまして、つまみをいじったらそのリアルタイムで本当にそのテープエコー、昔のねこうチャーさんとか使ってましたけど、本当にテープエコーみたいな音がするみたいな、でかなり設定も、細かくできるとっていうところなんですが、まあ、言ってもテープエコーなんで、のエフェクターの種別としてはディレイなんですよね。でディレイかディレイやったら、リバーブの方がどっちかっていうと優先順位高いかなって思ったり、する感じなんですよね。でこんな感じでその迷ってしまう、だからフリントやったら、そのなんていうかな、フリントやったらそのストライモンを買う必要あるのかなっていう感じはするんですよね。他で代用ができそうな感じ。で、まあ、ブルースカイ、さっき言いましたけど、ブルースカイやったらあそこまで、まあ、ゴージャスのね、リバーブ使うようなプレスタイルであれば、買いだと思いますけど、そこまではいらないかなって感じ。で、エル・キャピスタンは、ディレイなので、ディレイよりはどっちかというとリバーブの方が欲しいかなって感じ。で、結構迷ってるんですけど、まあ、僕の中でですね、エル・キャピスタンをちょっとね、購入しようかなと思っております。というのも、エル・キャピスタンって、いろいろ、つまみ的には、1、2、3、5個ついてるんですけど、この両方のフットスイッチを押した状態で、回すと、裏モードらしいんですけど、裏モードで、別のパラメーターいじれるらしいんですよ。で、2個フットスイッチ押した状態で左上、何でしたっけ、ちょっとつまみの名前忘れましたけど、普通の時はなんか D
ディレイタイムやったかな、ちょっと忘れましたけど、まあ、2つ押した状態でその左上のつまみを回すと、なんとね、スプリングリバーブがかかるらしいんですよ。これめっちゃ良くないですか。で、本当にね、エルキャピスタンのね、テープエコーはね、やばいっすね。あの、本当にすごいハイファイな感じにはならないと思うんですけど、まあ、ハイファイな感じにもできると思うんですけど、あの、すごいちょっとなんか、ローファイ感。で、ローファイになるってことは、そのディレイの音が減衰していくんで、減衰というか、その、なんていう、あの、こもっていくというか、劣化していく、わざと劣化していくので、その、すごいあったかみが出るんですよね。あの、デモの YouTube とか見ると。で、あ、リバーブでもないからな、リバーブ別で用意しないといけないなと思ってたんですけど、その裏モードで、その、スプリングリバーブがかけれると。これ最強じゃないかなってちょっとね、思ってるんですけど、皆さんどう思われますか？で、メルカリでね、ちょいちょい、チェックしてるんですけど、あの、ブルースカイ、フリントと、その、エルキャピスタンに関しては、ほとんどその、商品の、なんていう流れがないですね。新しくも入ってこないし、まあ、新しく入ってこないから、まあ、その売れないっていう状態ですよね。そう、だからその商品の流動性がないんですけど、ブルースカイに関してはめちゃめちゃ入ってくるし、めちゃめちゃすぐ売れるんですよね。そうそう。だから、なんでしょうね。まあ、ブルースカイが世間的には人気なんでしょうね。買う人も多いし、欲しい人も。買う人も一緒か。買う人と欲しい人一緒か。買ったけど、欲しい人も多いし、でも買ったものの、なんかちょっと違うかなと思って、売る人も多いのかなって思ったりします。で、それに対してその、まあ、フリントと、エルキャピスタンに関しては、あの、そもそも、その、売りがないっていうことなんで、もうこれどう取るかなんですけど、そもそも、まあ、人気がないのか、どうかわかんないですけど、人気がないのか、持ってる人が、あの、良すぎて売ろうと思わないのか、このね、どっちかだと思ってるんですけど、だからもしね、そのエルキャピスタンを、買う場合は多分まあ新品で買う感じになると思いますが、うん、でもね、結構ね、ブルースカイとかも、あの、ね、そのまあ、さっき言ったようにその流動性が高く、まあ、割と安くはなって、値崩れは全然してないんですけど、まあでも新品で買うよりは安く買えるぐらいの値段なんで、ちょっとね、まあ、ブルースカイタイミング合えば、あの、まあ、中古で買ってみて、でエルキャピスタンはね、ちょっと本当にあの芸術的なあのテープエコーはちょっと本当に感動するんで、あれはちょっと本当に実機で触っていろいろ試してみたいなと思う次第なので、ちょっと買おうかなと思います。皆様はどうお考えでしょうか、コメントに書いていただければ嬉しいです。ということで今回は以上で終わりたいと思います。バイバイ。